番あの BDO バンク、一番フィリピンで大きいところで一番安心できるのかなと思いますね。手続きもしっかりしてて、あの銀行口座もちゃんと手続きしないとか、あの開設ができないというところがありますね。日本との違いはやっぱりかなり待たされるってところですよね。ただフィリピン別にあのコンビニとかもそんなレベルからでもですね、もうレストランでも待たされるというのは普通なので慣れる必要があるかなと思います。まあ言葉がやっぱり、通じないときっていうのは、あの、ジャパンヘルプデスクとかあるんですよ、BDO の場合は。だから、ネットで調べてもらうと、日本人と直接、あの、電話とかメールをやり取りすることができるので、それは頼るといいかなと思いますね。まあ、セブンの銀行で安全な場所っていうと、やっぱり、あの、アヤラモールの目の前の、銀行とか、BDO とかですね。あと、マニラの場合だったら、やっぱりマカティかなと思いますね。本当に銀行はまあ、基本的に場所、いろんなところにあるんですけども、あの治安のいい場所を選んだり、マラテとかよりもマカティとかを選ばれた方がいいかなと思いますね。移動手段タクシー